ああ、嬉しい。こういうゆずきの有能エピソード聞けんの。長らく割と無能寄りなね、立ち位置だったからね、ゆずきは。いやー嬉しいね。それじゃあ、姫、ありがとうございました。縦脇もまたな。うん。また明日。ビッチさんが大きく手を振りながら走っていった。あいつ、ああ見えて結構世話焼きだろ。ね、すっごい、まあ、ねって言ったら、あれだけど、すごいね、人情を大切にするっていうか、可愛いところあるよね、みち。まあ、ずっと可愛いと思ってたけど、いや、やっぱ、いいよね。そういうギャップにも弱いんですよね。ん？ああ、そうだな。突然の振りに戸惑いながらも会話を続ける。みちには小学生の妹が二人いてな。まあ、そういう家庭環境だから、世話を焼くことに慣れているのだろうか。へえ、姉妹がいたのか。意外だな。いろいろと誤解されやすいやつだが、根は真面目で優しい子なんだよ。いや、わかる。なんか外見遊んでる風に見せてるのは、なんか裏返しというかね、根が真面目だからこその裏返しみたいなところあるよね。彼氏の話だって、そんなやつ一人もいな、余計なことを言うところだった。言っちゃってる、言っちゃってる。え、どういう設定？じゃあ、ビッチって名前は自分からつけたの？それとも誰から言われたの？なんか、え、なんでビッチキャラにしたんだろうね、ミチは。名前の語呂がいいからかな。ミッチ、ミッチ、ビッチみたいな。まあ、とにかく、あいつの見た目には惑わされず、本質を見てやってくれ。それは分かったが、なんでその話を俺に？ミチを助けてくれたお礼代わりもあるが、お前には、ちゃんと知っておいてほしいと思ったからさ。私の大切な友人のこと。あー、仲間思いだ、ある意味。だから推しをやめられない。真剣な目で、そう語る。いやはや、眩しいくらいまっすぐだね、この子は。こういう子に出会えてよかった。おっと、ロリコンの世界に、片足突っ込んでるよ、主人公。いいよ。もっとこっちにおいで。この街に、引っ越してきてよかった。ひねくれている自分も変わっていけそうな感じがするから。いや、ほんと、引っ越し前の主人公どんな人間だったのかすごい気になるね。要所要所だね。伏線はちらほら散りばめられてんだけど、いや、なんか荒れてたのかな、主人公は。では、我々も行くとしようか。エスコート、しっかりと頼むぞ。了解しました。姫様、姫に仕える家臣のようにうやうやしく礼をし、一緒に歩き出した。いやー、やっぱ春日かわいい。ここで春日出てくるの正解。天神ダイラーたちと別れた後、新メニューのレポートをまとめてたら結局、徹夜になってしまった。レポート書いてる！高校生でレポート書いてんの？すごいね。レポートなって大学生になってから適当やっちゃいいんだよ。シャワーでも浴びて眠気を覚ますか？と。そういや、飯も食べてなかった。何かあったかな？冷蔵庫を開けるが、ろくな食材がない。あるのは、オリーブオイルだけ。なんか食材かいや。なんでオリーブオイル単体でいけると思ったんだよ。なんで、こんなに買い込んじまったんだろう。しょうがない。食パンでも食べるか。ジャムもバターもないけど、もしゃもしゃ。うん、味気ない。いっそ、オリーブかけちまうか。いや、もう、もこみち道を走ろうとしてんな、進行。パンにオリーブオイルかけるやつなんていねえよ。レポートにミスがないか、チェックしながら、粗食をむさぼる。やべ、書き残しがあった。おばちゃんにも見せるんだし、ちゃんと書いとかないと。何書こうとしたのか分かったな。どうせマドモアゼルなんだろうな。でも、なんとか構想も固まったし、今日中に全ての決着をつけよう。よーし、やるぞ。おはよう、ワッキー。早速なんだけど、おばちゃんに連絡したら、詳しい話を聞かせてほしいって。みんなおばちゃんの連絡先知ってんの何？どういうネットワーク？学園について早々、駒形からいい知らせが舞い込んでくる。学食で待ってるから、いつでもおいでってさ。おう、それじゃあすぐにでも行こうか。うん、そうしよう。なるほどね。そういうことなら、好きなだけ厨房を使うといいさ。私も一緒に手伝ってあげるよ。おばちゃんからの評価は結構高い方だね。あとは生徒会たちをどうまとめていくかだね。とは言っても、忙しいお昼時は仕事を優先させてもらうけどね。ええ、それは分かってます。ありがとうございます、マドモアゼル。やだよ、お嬢さんだなんて。食材も全部好きに使いな。いや、ちょろいな、おばちゃん。おばちゃんがヒロインだったらどれだけ楽だったんだろうな、このゲーム。これで問題を一つクリアできた。こうやってどんどん進めていくぞ。全員が納得するメニューを絶対に作ってやるぜ。うんうん、その意気だよ、頑張ろう。へー、待ちに待った昼休み、さあご飯食べに行こう。って、あれ、立脇氏もういないの？せっかく一緒にお昼食べようと思ったのに。あー、デブぼっち飯か、かわいそうに。トイレ行くか？3階の西トイレ空いてるぞ多分。そういえば
ゆずきっちもチャイムが鳴った瞬間に教室を飛び出していったな。二人して何やってんだか。あら、拙者の携帯にメールだ。何何？お昼はおかわりなしにしておいてくれ。理由は後で話す。立て置き。何これ？なるほどね。食べさせてからみたいなね。これ作ったんだけど食ってみてどうみたいな感じでやると、おめえの体脂肪を気にしてくれたんじゃねえの。ま、言われた通りにしとけ。しかし昨日の礼を言おうと思ってたのに、タイミングが合わねえな。いや、みち可愛いね。いや、こういう義理人情熱いところ好きよ、ほんと。その頃、学食では C メニューの開発を急ピッチで進めていた。ねえ、ワッキー、茹で加減ってこれくらいでいいのかな。すまん、ぶっちゃけ調理に関して俺が役立てることはない。しょうがないね。どれ、ちょっと私が見てやるよ。すみません、忙しいのに。それでこのくらいでいいんですかね。いい茹で加減だけど、ここからあと10秒ほど茹でるのがポイントなのさ。10秒？そんなん変わる？いや、さすがおばちゃん。おばちゃんの一族にしかわからない茹で加減というものがあるんだね。おばちゃん、A 定食ちょうだい。はいよ、 A 定食お待ちどうさま。だから早いって定食秒で出すところってなんやねん。このお肉、思ったより硬くて包丁がなかなか通りませんね。そういう時はね、角度を変えるのさ。肉の筋に合わせて包丁を立てれば、ほら簡単だろ。おばちゃんが有能すぎるよかった、おばちゃん頼って。あ、ほんとだ、すごい。調理で役に立たない俺は皿を洗ったりしておばちゃんを手伝うことにした。ラーメンと餃子頼むよ、マドモアゼル。やだよ、お嬢さんだなんて。はい、ラーメン大盛りにしといたからね。マドモアゼル以外の何が好きなんだろうね、おばちゃんはマドモアゼル言われたらとりあえず大盛りしとくやみたいな感じかな。改めてすごいよね、おばちゃんって。ああ、俺たちに指導しつつ自分の仕事もこなしてるんだからな。マジで超人だ。で、しかも提供スピード変わってないっていうね私たちは超人にはなれないけど精一杯頑張ろうね。お、あれ、立脇くんってもう帰っちゃったの。主人公大人気だなみんな主人公のこと気にかけるやん。うわ、羨ましい。転入先でそんなこと絶対ねえよ大体浮きがちだからな。そう、とりあえず姿は見えないっすね。さっきね、立脇くんから初めてメールが来たんだけど、もう先生興奮しちゃって。まあ、後で学食に来てくれってやつっすか。どうして内容知ってるの。天道会メンバー全員にも同じメールが来てたでござるよ。何それ、二人だけの秘密の話し方を持って期待したのに。なわけねえだろうが二人だけの秘密だったら学食なんて呼ばれるよ問い詰めたい、今すぐに問い詰めたい。でも今から職員会議に出ないと教頭先生にまた怒られる。またもうさあ、頑張ってメイ応援することしかできないのが歯がゆいけどね。どうする私、どうする。いや、出ろよどうするじゃねえよ、問答無用で出ろやいや、さっさと会議に出て終わってから合流すればいいんじゃねえすか。そうね、先生これから職員会議だから、それが終わったら行くねって伝えといて。すまないね、カズちゃん、倉庫の棚卸しまでさせちまって。カズちゃんもうそんな仲なのか。いやいや、俺にできるなんて力仕事くらいのもんですから、他にもあればやっちゃいますよ。ほんと助かるよ、この年になると重いものが腰にくるからね。おばちゃんの唯一の弱点だよな、そこは。やっぱ年齢の老化にはかなわないんだよな、やっぱ人間どうしても。たとえ超人でプロのおばちゃんだとしても。ところで駒形の方は大丈夫ですかね。今ちょうど最後の仕上げをしてるところさ。そうなんですか。そんな大事な時におばちゃんがいなくて大丈夫なのかな。大丈夫さ、あの子は筋がいい、何せ素直だ。何でもハイハイってすぐに吸収しちまう。もう私がいなくても問題ないよ。ああ、嬉しい。こういうゆずきの有能エピソード聞けんの。長らく割と無能寄りなね、立ち位置だったからね、ゆずきは。いやー、嬉しいね。バイトで頑張ってるからね、そこら辺の動き方とかがすぐ身についちゃうんだろうね。フォローよろしく。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったら、フォロー、コメント、いいね、マイリスト登録、よろしくお願いいたします。では、次の動画で、バイバーイ。